it is, y'all. It's your boy Chingy, man. Straight from the loop. Well, stay tuned. Oh, oh, oh. Everywhere that I go, ain't the same as before. Yeah, I need for my ass. Music Garage. Yeah, yeah. Room 101 with Shiho Watanabe. Watanabe on Bay FM 78.午前3時を回りました。音楽ライターの渡辺志保です。毎週金曜日のこの時間はミュージックガラージルーム101。ヒップホップを中心に今の音楽シーンや様々なカルチャーを取り上げていくプログラムです。今週もですね、これから60分間、お付き合いいただきたいなと思うんですが、まず最初に私の近況を交えながらですね、オープニングチューンをかけたいなと思います。先日5月25日なんですけれども、ちゃんみなさんのライブに行ってきたんですよね。で、少し前にこの番組にも登場していただいて、で、私もう一件別件でですね、インタビューを行う機会もありまして、で、行ってきて、彼女のライブに伺ったのは2019年にプリンセスプロジェクト3だったかな、ZEP で行われたライブがあったんですけれども、それ以来ということで、で、2年前か、ちょうど2年前なんですよね。で、その時も本当に感動したんだけど、今回やっぱりそれを上回るヤバさでした。で、会場はですね、中野サンプラザだったんですけれども、いわゆるちょっとホールタイプですよね。 ZEP は、ライブハウスっぽい箱だから、またちょっとね、異なる趣だったし、で、今回のライブに関してもね、今のコロナ禍での、公演になるので、彼女もこう黙って見てろっていうのがコンセプトですっていう風に前も教えてくれて、だからもう本当ね、黙って口開けて、まあマスクしながらですけど、もう口を開けてポカーンと、そのね、素晴らしいショーに見入ってしまうというようなライブでございました。で、本当にもう構成、演出、アレンジ、衣装、ストーリー、もうどれを切り取ってもですね、完璧な、ショーだなと思いましたし、で、彼女はその、なんだろう、こう、年齢と才能をね、こう、比例もしくは反比例させるのは本当にこう、ちょっとナンセンスな向きもありますけれども、でもそれにしても、あのステージを若干22歳の彼女が、そして彼女と、バックダンサーのね、皆さんたちが作り上げたかと思うと、本当に末恐ろしいなっていう、これが5年後10年後どんなエンターテイナーにね、成長するんだろうっていうのをすごく、楽しみになったステージでしたね。で、まぁ、今回シングルの美人と、あとその美人のミュージックビデオを見ていただければわかるんですけれども、最後ダリアという曲につながってですね、結構衝撃的なシーンが、含まれたミュージックビデオに仕上がっているんですけれども、結構その世界観なんかもバッチリ舞台上で表現していて、本当に圧巻の内容でございました。で、あとたくさんのね、そのチャンミナファンの主に女の子が多かったですけれども、みんなこうピンクのペンライトを、振っていて、なんかそういった姿もちょっとひたむきだなとか思って見ててすごく尊い気持ちになりました。で、彼女が舞台上でも発表しておりましたけれども、今度10月15日の金曜日に、なんと初の日本武道館ワンマンライブを行うということで、これまたですね、どんなステージになるのか本当ね、想像もつかないような、感じですよね。で、ずっと準備してたというようなことをおっしゃってましたけれども、で、ちゃんみなさんのライブってずっとこうザ・プリンセスプロジェクトというタイトルでこう 1,2,3,4,5 とね、続けてやってこられて、日本武道館でのワンマンライブがプリンセスプロジェクトファイナルという風に銘打たれているので、これまたね、何か大きな彼女の門出なのか、次のステージを予感させるタイトルだなという風に思っておりますし、ね、もう圧倒驚くような演出であるとか仕掛けであるとか、そういったことがですね、目撃できる貴重な夜になるんじゃないかなというふうに思っております。で、やっぱこうした大きなライブ、まあ、小さなライブも一緒ですけれども、やっぱり主催者の方もそうですし、行く我々もそうですし、皆さんがちょっとずつこうね、リスクをちょっとずつでもないですよね、主催者側の方なんて本当に大きなリスクを背負って、開催してくださっているわけですから、もう本当にね、ありがとうございますというふうに申し上げたいし、アメリカではどんどん大きな、コンサートであるとか音楽フェス、あとはまあアーティストのツアーもね、アナウンスされておりますが、日本は一体このあとどんなスピードでね、進むのかなというふうにも思いますよね。というわけで、今日の1曲目は、こちらちゃんみなのモーニングムードで始めたいと思います。音楽ライターの渡辺志保がお届けしているミュージックガラージルーム101。
湾岸エリアのラジオステーションベイ FM からお届け中です。番組へのご意見ご感想などございましたら、ぜひツイッターやメールでお寄せくださると嬉しいです。ツイッターでつぶやいてくださる際は、ぜひこちらのハッシュタグをつけて参加してください。ハッシュタグはシャープルームアンダーバー101、シャープルームアンダーバー101です。そしてメールを送りくださる際は、こちらのアドレスまでお願いいたします。メールアドレスは 101@bayfm.co.jp 101@bayfm.co.jp です。紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。では今夜のミュージックガラージルーム101のメニュー紹介です。まずは最新の音楽トピックスを交えながら、音楽ストリーミングサービス Spotify のチャートから気になる楽曲を紹介していきます。そして番組後半では、本日はですね、ニューアルバムアンキュアードをリリースした、シンガーソングライターの AYA さんをお迎えしてお届けします。それでは早速 Spotify のチャートから気になる楽曲を紹介していきましょう。US バイラルチャートから紹介したいと思いますけれども、ひとまず今週のですね、 Spotify のチャートはやはりと、言うべきか、オリビア・ロドリゴ一色という感じですね。若干17歳の女性アーティストでございますけれども、ダーッとストリーミングチャートを制している印象でございます。で、そんな中ですね、全然オリビア・ロドリゴとは全くですね、正反対のバイブスを持つ楽曲をこれから紹介したいと思うんですけれども、今日は US の口コミチャート、バイラルチャートから一曲紹介したいと思いますが、マネーバッグ用のワキーシャという曲がですね、バイラルチャートで大健闘中という感じです。でもう笑っちゃってごめんなさいっていう感じなんですけど、なぜかというと、私はこのワキーシャという曲が入っているですね、マネーバック用の4枚目のアルバム、ギャングスターズペインというね、作品が4月23日にリリースされまして、これはね本当にね、あのね、今年の、ヒップホップアルバムベスト10に絶対入る、私のね、私の中のヒップホップベストアルバムに絶対入るっていうぐらいのお気に入りアルバムなんですよね。で、まあ、あのね、ファレルとかね、まあ、元いそのファレルとチャド・ヒューゴのザ・ネプチューンズがプロデュースで何曲か参加していたりとか、ジェネー・アイコが参加してたりとか、まあ、あとは本当ストリートのね、人気のラッパーが参加しているんですけれども、いやすごい重厚なギャングスタラップっていう感じがしてですね、あのめちゃめちゃ好みなんですね。で、その中で一番そのバイラルヒットしているのが今からお届けする曲なんですけれども、この間渋谷のカフェに入ったらね、渋谷のカフェでも流れてたから、本当にあのバイラルなんだなって思ったんですけれども、でちょっとやっぱメローな曲なんですよね。で、女性関係のことをあの主に歌っている曲なんですけれども、まあ、なぜ、まあ、バイラルなのか、なぜキャッチなのかと申しますと、多分一つにの要因に元ネタがあると思うんですよね。で、この楽曲なんですけれども、まあ、皆さんヒップホップファンだったら、一度は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。デバージの Stay With Me という曲をね、サンプリングしている曲です。で、まあ、デバージみたいな感じでね、デバージって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、ヒップホップ好きであれば The Notorious B.I.G. の One More チャンスであるとか、あとはまあアシャンティのねフーリッシュっていう曲でもうまんま使いされているわけですけれども、まあ大ネタ使いの一曲と言って差し支えないでしょう。なんで結構私はマネーバックヨーがこういうね大ネタのサンプリングでこう曲をバーンと出すのは非常に意外だったなという感じがします。これからもどんどん伸びていってほしいなと思いますので、ここで皆様にも聞いていただきたいと思います。マネーバックヨーでワキーシャ。 Yeah, I kind of put the cup down for a minute. Dig tracks, get the rhythm, move to the beat, recommended tracks, nail it, flow. ここで私からもう一曲ですね、お届けしたいと思うんですけれども、最近、私が学んだことをここで皆様にシェアしたいなと思うんですが、最近ニューヨークタイムズとか、あとその他、アメリカのエンタメニュースを伝えるですね、メディアでちょこちょこ話題になっている問題ではあるんですけれども、TikTok におけるダンスクレジットの、問題っていうのがあるそうなんですね。で、最近ね、TikTok とか、あとまあ、TikTok で流行った動画を YouTube 内に転載している映像なんかがあるんですけれども、そこで必ず DC って書いてあるんですよ。 DC
アカウント名。例えば DC アット司法渡辺みたいな感じで、なんていうんですかね、ノートが記されていることが多くて、この DC ってなんだろうなって思っていたら、それはダンスクレジットの略なんですって。で、なので、ダンスクレジット司法渡辺って書いてあったら、この動画の中で踊られているダンスは渡辺司法さんが作りましたよっていう意味のクレジットなんですよね。で、それがなぜ、そういうことになったかと申しますと、やっぱり今ですね、こう、どんどんこう、振り付け、ダンスがバイラルヒットすることによって、そのオリジネーター、もともとその振り付けを作った人が、全くもって、得をしていない、何の利益も生まれていないっていうね、そういった問題があるとのことです。で、それがあんまりよろしくない形で、表面化したっていうのが、先日ジミー・ファロンというね、アメリカですごく有名な、まあ、司会者、俳優の方がいらっしゃいますけれども、ジミー・ファロンが、レイトナイトショーっていうんですかね、夜のトーク番組みたいなものを持っていて、で、ザ・ルーツが、そのハウスバンドとしてね、一緒に出てるんですけれども、で、そのジミー・ファロンのショーに、アディソン・レイというですね、女性アーティスト、女性インフルエンサー、セレブリティが、登場したわけなんですけれども、そのアディソン・レイちゃんって何で有名になったかと申しますと、まあ、それが TikTok で有名になった女の子なんですね。で、まだ若干19歳とか20歳とか、それぐらいの若さで、で、しかも TikTok も始めてまだ1年半とかね、1年とかそれぐらいの、レベルなんですけれども、今や TikTok 上のフォロワー数が8000万人もいる、インフルエンサーになっていて、で、最近自分でもアーティストデビューをしてシングルを発表したという流れがあります。で、私はなぜこのアディソン・レイのことをしていたかというと、ちょっと前に、カーダシアンアンケートつるんでたんですよね。で、私まだ全部見てないんですけど、カーダシアンのリアリティショーの最新エピソード、で、最終シーズンか、ファイナルシーズンに、このアディソン・レイがちょこちょこ出ていて、しかも、カーダシアン家の長女である、コートニー・カーダシアンと最近友達付き合いをしてるっていう。で、それがその、本当の友情なのか、それともこう、商業的な何かを見込んでの嘘の友情なのかっていうゴシップ記事なんかを読んで、このアディソン・レイのことを知ってるわけなんですけど、で、このアディソン・レイがジミー・ファの番組に出た時に TikTok で流行っている8個のダンスムーブを披露したんですね。で、演奏はザ・ルーツがこうバックでね、ゴージャスなインストゥルメンタルを演奏してたわけなんですけれども、で、そこで披露した8個のダンスっていうのが実は全て、若い黒人の子たちが作ったダンスムーブなんですって。で、それを、彼女は番組中にそういったことを全くね、触れることではなく、私が作ったんじゃなくて、このダンスは誰々が作りました。このダンスは誰々が作りました。ということが一切なく、自分でね、笑顔でこうね、踊っていたと。で、それが非常にこう、バッシングを受けてしまったんですよね。はい。で、これだけ聞くとなんかこう、テレビ番組でよくありがちの企画なんじゃないかというふうにも思うんですけれども、でも、それこそニューヨークタイムズの記事なんかを読むと、やっぱりその、今の時代、バイラルになるっていうことは、イコールお金が発生する、利益が発生する、金儲けの道具になるって言ったらちょっと下品な言い方かもしれないですけれども、立派な、なんですかね、こう、職業の一つ、とまで言っていいのかわからないですけれども、まあもちろんそのね、金銭が発生する重要な出来事なわけですよね。ネット上で口コミヒットするということは。で、その機会を白人の女の子が奪ったっていう図式でですね、この問題に関しては、非常に議論がなされているという状況でございます。イコールその若い黒人たちにその利益がもたらされる機会を白人が、そのまま、ダッシュ、奪い取ってしまったという図式で問題になっているということでございます。で、この問題をネット上の記事なんかを調べると、2000年の映画のブリングイットン、日本語のタイトルチアーズっていうタイトルでございますが、この映画のことがですね、しばしば言及されるんですよね。で、私も当時チアーズめちゃめちゃ好きで、家で何回も妹と一緒に見てたんですけれども、改めてこのチアーズをAmazon プライムで見返したら、あと思って、コンプトンにある、まあ、ブラックカレッジでね、高校なんでブラックハイスクール。まあ、黒人の、生徒さんが多く通う、高校のチアリーディング部が作った振り付けを、白人の子たちが多く通う高校のチアリーディング部の方がパクって、で、それで、大会で優勝しようぜって、この振り付けで大会で優勝しようっていう、もうお決まりの振り付けになっちゃってて、そっちの白人の方の学校で。で、それがですね、その黒人コミュニティからの搾取だということで、まあ、そうした問題もね、一つ描いている映画だったりするんですけれども、で、それと全く今同じことが、TikTok 上で行われているというふうに、そのね、映画チアーズを持ち出して説明している、記事も多かったです。
で、もし日本でもね、同様の問題が起こり得る可能性って言ったら、おそらく非常にたくさんあって、で、なんていうんですかね、中学生ぐらいが作った、振り付けを有名なダンサーさんがそれをこうね、使って、で、よりインスタグラムとか YouTube とかでヒットしちゃって、で、その有名なダンサーさんにばっかりお金が入るみたいなことは十分にあり得ると思うんですけれども、現在のね、アメリカの場合はさらにそこにこう、人種の階層的な問題もはらんでいるということで、今とても議論がなされていると同時に、冒頭にお伝えしました DC ダンスクレジットをね、必ず明記するという、そういった新しい対策も取られているということでございました。で、まあ、音楽だとね、例えば一曲につき絶対にこう、作詞家、作曲家、アーティストで、あとはこう、出版権、原版権という細かい権利がいくつも分かれていて、印税分配される人っていうのが明確になっているわけですけれども、やっぱりダンスってそういうことはないわけですよね。で、今、その、TikTok とか YouTube とか Instagram で、あと、たくさん話題になっていたのは、ダブスマッシュという、さらにちょっと、アンダーグラウンド寄りというかですね、さらにちょっとコミュニティが小さい動画配信アプリがあって、そのダブスマッシュなんかも、まあ問題にはなっていたんですけれども、そうそう。だからそういったところで披露されるダンスっていうのはね、なかなかその、クレジットがあって、こう、印税がどういうふうに分配されますっていう仕組みがないでしょうから、これからそういう法整備みたいなのがね、進んでいくんでしょうかっていうことも思いましたし、そのね、クレジットを与えて、その人にちゃんとこう、お金であったり、あとは何よりリスペクトが、集まるようにするっていうことは本当に本当に大事なことだなというふうにも思いました。はい。というわけでここでですね、その TikTok でも大ブームになった一曲を紹介したいと思うんですけれども、K キャンプというラッパーのロッタリーという曲がですね、2019年の曲なんだけど、去年 TikTok 上で超超バイラルヒットして、でそのロッタリーに、振り付けをつけたのがジャライア・ハーモンさんというですね、アトランタに住むまだ14歳の女の子なんですけれども、彼女もまた自分のクレジットがないまま、このダンスばっかりがバイラルヒットになっちゃって、でそれに対して非常にこう憤慨しているという記事がザ・ニューヨークタイムズにも載っておりました。レネゲードチャレンジという名前でたくさん、ネット上にもですね、アップされているので、興味がある方はぜひ、K キャンプレネゲードチャレンジとかで検索すると出てくると思います。というわけでここでお届けしましょう、 K キャンプでロッタリー。はい、ただいまお聞きいただいたのは K キャンプでロッタリーでした。渡辺志保がお届けしているベイ FM ミュージックガラージルーム101。お知らせを挟んで番組後半にはニューアルバムアンキュアードをリリースした AYA さんをお迎えします。 Dig tracks Get the rhythm Move to the beat Room 101志保渡辺 On ベイ FM 78Dig tracks. Get the rhythm. Move to the beat. Recommended tracks. Nail it. Flow. 私、音楽ライターの渡辺志保が金曜深夜にお届けしているヒップホップ専門プログラム、ミュージックガラージルーム101。ここからの時間はニューアルバムアンキュアードをリリースしたシンガーソングライターであります AYA さんをゲストにお迎えしてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今日はお迎えできて非常に嬉しいなと思っております。で、AYA さんこの番組には初登場ということで、簡単に私の方からプロフィールを紹介したいと思います。はい、お願いします。2018年にシングルグラビティをリリース、11月には DJ チャリさんとのコラボレーション楽曲エクリプスを発表、そして2019年には EP リルロマンス、そして翌年2020年にはアルバムマーキュリーレトログレイドをリリース、そして2021年、今年のですね、先月5月21日にニューアルバムアンキュアードを発表した、注目の女性シンガーでございます。で、私は実はプライベートでもちょこちょこと AYA ちゃんに会うこともあるんですけれども、改めて、いろんな、なんていうの、最初のいろはのいいから聞いていきたいなって今日は思ってて、で、はい、そもそもなぜシンガーソングライターになろうと思ったんですか？そうですね、なんかもともとなんかオーディションとかは多分12歳ぐらいから受けたりしてたんですけど、曲も書き始めたのは高校生ぐらいからでずっと。でも早い。でもさ、その12歳ぐらいからオーディション受けてたの？はい、そうです。12歳の時に初めてなんかオーディション受けて、すごい。なんか
カセットでデモテープ撮って。すごい。え、その時のさ、当時、だって中学生とか小学生とか、そんぐらいだったってこと？小6でした、初めて受けたのは多分。そうなんだ。何がきっかけだったの、はい、その、結構な決断じゃない？小学生で、オーディション受けるって。ですね。なんか音楽はもともとずっと好きで、母がニューウェーブミュージックとか好きだったんですよ。そこそ、うんうん、プリンスとかザ・ポリスとか、聞いてて、で、小3の時に家に、MTV がついて、うんうん、そこでこう、ブリトニーとか、クリスチナ・アギレラとかも流れてたし、はい、で、ヒップホップ、すごい全盛期っていうか、エミネムが出てきたりとか、うんうんうん、50セントが出てきてみたいな時期だったんで、ま、そういうのも聞き始めたし、あとこう、ダンスとかも習ってたんですよ。ストリートダンスとか、DMX でガンガン踊ったりとかしてて。やば。そう。で、なんかガールロックとかも好きで聞いてて、アブリル・ラビーンとか売れてたじゃないですか。うん、うん、まさに。そういうのを見て、そう、私も音楽やりたいなと思って、オーディション受けてみようじゃっていうのがきっかけです。あ、そうなんだ。その、オーディションをさ、はい、こう、10代の時に受け続けていて、それはどういうふうに一度、なんか結実したんですか？はい、なんか、第3審査ぐらいまでは行くんですけど、うんうんうん、で、それでこう、いろんなオーディション受けて、中3の時に、なんか、ポップティーンって雑誌あるじゃん。ああ、超懐かしい。そう、ギャルじゃん。そう、ギャルの。たぶん、AUX の合同のオーディションがあって。でかい。うん。そう、私も背ちっちゃい158ぐらいなんで、まあ、モデルはわかんないけど、うんうん、歌でなんか引っかかるかもと思って、送ってみたら、なんか、7000人ぐらい受けたんですって。うんうん。で、11人ぐらいまで残してくれて。すごい。なんか、スクールが東京にあるから、こう、東京に来るんだったら、こう、レッスン、タダで受けにおいでよって言われて、うん、で地元が福岡県の北九州市ってとこなんですけど、はい、何もないんで周りに。そう、そう。で、まあなんか大学でこう進学で東京に来る人っているじゃないですか。はい、よくまさにね、私もそうでした。うん、でも高校で来るのもまあ3年しか変わんないしと思って、うんうん、高校受験して、15歳の時にこっちに来て一人暮らし始め。すごい。うん、全然。なんですけど、そう、まあなんかでも、普通のガール、なんだろうな、うん、シンガーみたいな。うんうんな感じにさせられそうだったんで、うん、なんかこう、私が MTV とかで見た憧れてたアーティストとは違うな、みたいな。うん、そうなんだ。うん。してたいこととかが。なんでまあ、歌うまい子も可愛い子も若い子もたくさんいるし、曲がかけたらこう、差別化っていうか、うんうん、なんか、オンリーワンになれるかなと思って曲書き始めたのがきっかけですね。そうなんですね。じゃあ、結構、なんていうの、シンガーとしては、紆余曲折とまではいかないけれども、いろんな、結構、舞台を経験してきた感じ。そうですね。うんうん。はい、そうなんだね。でも、それがさ、さっき、プロフィールのところでも紹介しましたけれども、はい、2018年にシングルグラビティをリリースしたっていう。はい、で、私のイメージとしてはすごくこう、個性的で、なんて言うんだろう、もうやりたい自分のビジョンみたいなものがすごくしっかりしてる子なのかなっていうふうに最初聞いた時に思ったんですよ。なので、そのポップティーンと ABEX のオーディション時代から、なんか今の AYA のなんか、形作ったものっていうのは一体どういう出来事だったのか、もしくはどういうロールモデルがいたのかっていうのちょっと気になります。ああ、ロールモデルは、まあでもずっとビヨンセとかマドンナとか強い女性がずっと好きで、うんうん、はい、そうなりたいって気持ちは多分ずっと最初からあったんだと思います。うん、で、曲を書き始めてからすごい自主性っていうか、曲を書いてこう歌詞とかも自分でちゃんと書いて、こんなサウンドにやりを作りたいとか、プロデューサーの人と話すっていうのを、こう、ティーンの時だから、それは17、18ぐらいかなからやってて、その過程でこう、本当に自分のしたいこととか、こう、見えてきたみたいな感じなんですけど、最初はその子供の時から逆にこう、音楽やりたいってなってるから、こう、どうやったらなれるかもわかんないし、こう、まだメジャーデビューイコール、ちゃんとデビューみたいな時代だ、CD 出してみたいな時代の過渡期に結構あったので、そのタイミングでこう、いつかな、高校卒業してぐらいから、こう、だんだんダウンロード配信のこう割合も大きくなってって、こう、チャーリー XCX とか、自分で作ってこう、プロデュースして、ミックステープ出してみたいな人たちが増えていったのを見て、こう、アーティスト性が芽生えていったんですかね。へえ、そっかそっか。でも、すごく素敵なことだよね。だってその途中でさ、辞めてしまう子もたくさんいるわけじゃない？きっと。結構辞めてた友達も多いですね。うん、はい。なんか、AYA さん的にその何が今までこうさ、自分をこう、モチベートし続けたっていうか、うん、端的に言うと、なんで辞めなかったのか、なぜ諦めなかったのかっていうのは、なんかありますか？
その、私より、こう、器用だったりとか、うんうん、こう、歌が上手だったりとかする子とかもたくさんいると思うんですけど、なんか、私みたいな歌い方をする人とか、私みたいなマインドで、こう、例えば、女性をエンパワーメントしたいみたいな、子ってあんまりいないなと思って、うんうんうん、もちろん、こう、女の子本人、アーティストだけが悪いんじゃなくて、その、周りの大人が、こう、儚さとか結構日本って求めるじゃないですか、女の子に。そうだよね。そのプレッシャーのせいで、こう、自分をうまく表現できなかったりとかすることも多いと思うんですけど、うんうん、そう、でも絶対そういうロールモデルが女性で必要だし、海外だったらビヨンセもリアーナも、なんだろう、ケラニ・ティナシとか、今ほどそういう子がいるけど、はいはい、日本にはいないから、うん、じゃあ私がやらなくてどうするみたいな。いやー、ほんと頼もしいです。めちゃめちゃついていきますって感じ。全然まだ至らないところだらけなんですけど。いやいや、でもそれを、なんか素晴らしいのは自分のアートの作品として形にしてるっていうところがほんとすごいなと思いますし。いやー、ありがとうございます。今回は新しいアルバムがね、アンキュアードというタイトルのアルバムが出ましたけれども、これは、はい、どうやって作ったアルバムなんだろう。これはもともと去年2020年の5月ぐらいからドロアットから電話が来て、はい、あ、プロデューサーの、そうです、はい、はい、もともと友達だったんですけど、3年前ぐらいから、それこそグラビティ出した時ぐらいですね、うんうん、テアンボーイ、太陽くんのリリパで初めて知り合って、はい、そう、彼その太陽君のプロデューサーなんで、そのビートとかも聞いてて、うんうん、でも多分自粛で暇だったんでしょうね。最近何してるって話になって、うん、じゃ今ビートどんなの作ってるのと思って、聞かせてもらった中に、アルバムの先行シングルのソロって曲があったんで、まあ結構マーキーレトログレードを2020年にリリースしたんですけど、セカンドアルバムですかね。はい。で、まあ、結構サイバーな、こう、なんていうんだろう。うん、サイバーな感じした。そう。は一個、そうやったんで、うん、メタリックな感じとか。そうなんですよ、うん。なんかまた違う感じの、こう、サウンドで、あとまあ、もうちょっと四つ打ちっぽいものがやっていいのかなと思ったんで、うん、じゃあなんかアルバム作ろうかってなったのがきっかけで、本当最初はリモートだけでしたね。あ、そうなんだね。それがじゃあ徐々に一緒にドロワストさんと会って制作することとかも増えていった感じですか、はい、そうですね。去年の時点で2、3曲はできてたんですけど、うんうん、そう、彼もなんか映像の仕事とか普段やってるんで、それで忙しくなっちゃって、うん、そう。だから本当はあれ、去年の秋とかにリリースしようと思ったんですけど、そう、今年の3月くらいに、もういい加減出そうよって言って、会って、こう話していくうちになんか他のこう、制作関わってくる友達もどんどん増えて、うん、実質的な制作期間はもしかしたらだから2ヶ月ぐらいでパーってやったかもしれないです。そんなにすごいね、はい。なんかこう聞いてるとちょっとストーリー仕立てなのかなって。そうですね。うん、思うところがあって、はい。そういう構想はさ、どういうふうに決めていったんですか？結構去年の時点でなんかもうアートワークとか足も全部モノクロにしたいって思いついて、彼に伝えて、まあダンスサウンドで、こういう内容にしたいなっていうのは、先に伝えてました。そのパンダミックとかも反映したいし、うんうん、この閉塞感だったりとか、大きいテーマは去年決めて、そこからこう、アンキュアドってキーワードが出てきたのは、この2、3ヶ月ですかね、うん。あ、そうなんだね。ちなみに、私はてっきりアンキュアドっていう、なんかタイトル兼コンセプトが最初にあって、そこから広げていったストーリーなのかなって思ってました。なんか作りながら、こう、まあ音楽以外でも結構人間性の話とか、社会のこととか、うん、他のビートメーカーの子たちと話すんですけど、なんか、なんだろうな。コロナで結構みんな疲弊してるのもあるし、うんうん、プラスこうなんか、人にマウンティング取ったり嫌なこと言う人っているじゃないですか。いる、ラブ、そう、ラブよりヘイトとか、うん、なんか、で結局、まあ嫌なやつだなって片付けることも簡単なんですけど、うん、その人自身がこう言えてないのかなみたいな。あ、そうだね。それはでもちょっと私も SNS とか見ると逆にちょっと心配になっちゃう。そうなんですよ。愛を知らずに孤独なまま生きてるのかな。そうそうそう。そう、だからなんか自分の中のなんだろう、インナーチャイルドみたいなものが言えてないから、うんうんうん、こう、マウンティング取ったり、はいはい、そうだからボスティングしたり、ね、こう、毒吐いたり、こう、トゲで守ってるんですよ、自分のことを、うんうんうん。って思ったから、なんかみんな言えてないから、こう、自分を大きく見せるためにひどいこと言ったり、こう、なんだろうな、まあ、人によってはこう、フレックス、こう、お金とか、うん、なんだろう。自慢したりとか。お墓まで持っていけないもの、うんうん、で、こう、鎧を身につけて自分を守ったりしてすれ違うんだな、みたいなことを去年感じ、このパンデミックの1年で、こう、自分とも向き合って感じたので、うんうん、そう。で、こう、まだコロナもまだね、収まってないし、全然。はい。いろんな意味でこう、癒えてない、終わってない、感知してないなと思って、
キーワードしてないっていうタイトルにしました。うんうん、おー、すごいぴったりだと思うし。ですかね。うん。で、いろんなストーリーとかいろんな感情がやっぱり込められてるのかなって思ったし、で、ここでちょっとですね、その、アンキュアードから一曲皆さんにも聴いていただきたいのと思うんだけど、最初にちょっと私の方から曲名をバラしてしまうと、はい、ニューブガッティっていう曲。で、ブガッティってまあ、高級車じゃないですか。そうですね。で、結構さ、この歌詞の中は本当に、あやちゃんよく言ってくれましたみたいな。やったー。NYA さんよくぞここまでみたいな。嬉しい。リリックがたくさんあって、でちょっとリリックについてもこのタイミングで伺いたいんですけど、はい、NYA さんってさ、もともと英語のリリックがすごく多かった、はい、そうですね、はい、と思うんですよね、うん、でも今回はやっぱりすごくその日本語の響きであるとか表現、うん、面白さっていうところに、はい、ご自身も着目して歌詞を書いてるのかなとも思ったんですけど、なんかそのあたりはどうですか。はい、そうですね。それも制作入る前にドロワットからなんか日本語の歌詞も聞いてみたいって言われたんですよ、うん、私もずっとそれ思ってた。なんか実はなんか2015年かなにローハイフーってレベルからアルバムを一個バン出してて、はい、それは日本語英語とか混じっていたんですけど、まあ、近年英語が多くて、うん、で結構その2020年のマーキュリー・レトログレード全 A ほぼ A 詞の時に結構英語での表現はもう結構自分で納得できるレベルまで結構やりきった感があったので、そうか、うん、そうなんで、じゃあ日本語もちょっとやってみようと思って、うん、なんか、英語に逃げてるんじゃなくて、まあその曲に合った言語を選んでるだけで両方できるよって思ってもらえたらいいなと思ったんで、日本語でも書いたんですけど。おなるほど、なるほど。はい。で、そこで気になったのが、その、NYA ちゃんにとって、その、英語で書くときの感情表現と、日本語で書くときの感情表現って何か違うものがあるのかなって思ったの。まあ、結構ビート聞いて、まあ、スッと入ってきた言葉とか、うんうん、なんか英語でフレーズが浮かぶときとか、はい、日本語でフレーズで浮かぶときとか両方あるんで、本当、それはこう、バイブスだったりするんですけど。うん、そうですね。そっか。でもそれがでもナチュラルに出てきてるっていうことですもんね。その、日本語であれ、英語であれね。うん、はい。ありがとうございます。じゃあ、ニューブガッティ、まず聞いていただいて、その後またこの楽曲についてもいろいろお話を伺いたいと思いますので、はい、AYA さんから曲紹介お願いできますでしょうか。はい、じゃあ聞いてください。AYA でニューブガッティ、フューチャリング18スカイ。はい。というわけで、ただいまお届けしましたのは、本日のゲスト、AYA さんの最新アルバム、アンキュアードから、ニューブガッティ、フィーチャリング18スコットでした。ミュージックガラージ、ルーム101。このお時間は引き続き、ゲストに AYA さんをお迎えしてお届けしております。というわけで、皆さん、どんなリリックなのかね、聞いていただいたっていう感じなんですけども、いかがでしたでしょうかっていう。その、なんかさ、本当に今、アメリカの女性シンガーたちが歌っているような内容のことをそのままこうトレースして AYA ちゃんが、はい、うん、日本語でも歌ってくれてるなっていう感じがしたんですけれども、結構さ、わきまえる気などない1ミリもとか、そう1ミリもとかさ、ガラスの天井をヒールで砕いて、はい、よくぞ言ってくださいましたみたいな。あ、そう、でも思ってるじゃないですかみんな、うん、思っててほしいよね。 そして、うん、そうなんですよね。うん、なんか、ヒールもこう、ミーツーとかもあるし、うんうんうん、そうね、あれも強制されるのが嫌なだけで、履きたい人は、まあ、履けばいいじゃないですか。うんうんうん、それでこう、ガラスの天井砕くとかもそうだし、なんか、なんだろうな。あと、女に生まれてよかった、神様ありがとうみたいな英語の歌詞入ってるんですけど、うんうんうん、それもなんか、社会が女性を生きにくくしてるだけで、女性に生まれたこと自体はハッピーですごく素敵なことだよねと思ったから、こう、セレブレーションしたかったし、あとこう、車とか時計がなくても、そのままで価値があるから、うん、こう、ブガッティを買えじゃなくて、ブガッティみたいにイケてる、光ってるとこ見せてよ、みたいな歌詞なんですけど。いや、本当にいい、いいと思うよ。嬉しい。で、なんかこう、例えばマダムとか、うん、そういうところで、かかったら嬉しいし、はいはいはい、なんか、ビッチひざまずけみたいな曲じゃなくて、うん、こう、ガール最高みたいな曲で、女の子がガンガン踊ってたら、すごい素敵な幸せな光景だな、うん、それって思ったんで、うん、なんか、踊れるクラブでかかるけど、エンパワーメントっていうのはすごい意識しました。そうか、そうか。ちなみにこういう曲を出して、その反応、反響はどうですか？なんか、女の子はやっぱ最高って感じですね。うん、はい。なんか男の子は単純にこう、18スコット君のラップもかっこいいし、サウンド的にイケてるって感じなんですけど。はい。はい。そうか、そうか。いや、でもね、いろんなこう、パンチラインが詰まったアルバムに仕上がってると思うんですけれども、はい、今回その、まあ、最初もドロワットさん、プロデューサーのさんのドロワットさんから、電話がかかってきて、それがそのきっかけになったっていうふうにもおっしゃってましたが、はい、フィーチャリングアーティスト、はい、さっきの曲も18スコットさんが参加、はい、
フィーチャリングのアーティストというのはどういうふうに声をかけていったんでしょうか。そうですね。スコット君は、ドロワットが今ビートをいろいろ作ってるみたいで、彼の。うんうんうん。共通の知り合いがいたって感じなんですけど、はい、彼が去年出したキャッシュオンリーって曲があって、それもなんかこう、フレックスだけじゃなくて、なんか、愛を知らない奴が語るビッチの話とか、そう、気骨を感じるものが多くて。うん、いいね、うん。そう。で、その後たまたまなんか、エビスバチカーであったイベントでこう、一緒になって、現場で。はい。で、会っていろいろ喋った時に、なんか、女性感とかいろいろ話してくれて。そうなんだ。うん、そう、コサさんいるじゃないですか。うん、はい、のガールクイーンって曲が好きなんだって言って。へ、うん、結構紳士的な、こう、感じで、まあ、チャラい曲もあったりするかもしれないですけど、うんうん、基本的にその、あんまり、こう、女性にひどいことしないっていうか、一定のリスペクトがある子だから、やっぱ彼に頼むのがいいなと思って。うん、そうそう。なるほどね。そっか。うん、じゃあでも、なんていうの、ニューバガッティ作った時も、18スコットさんのバースが入った状態のものが返ってきて、AYA さん的にはどういう感じのテンションでしたか？いや、もうビート送って、何もう、その日のうちか翌日ぐらいにすぐ返してくれたんですよ。早っ。うんうん。だからそれでも上がったし、もうめちゃくちゃフローも完璧で、やっぱ頼んでよかったなっていうのもすごい思って、うん、そうかそうか、なんかその、本当は女の子呼んで、ガールズアンセ、女の子だけの曲にしようかなとかの案もあったんですけど、うんうんうん、こう、男女差別とかって男女両方の問題じゃないですか。確かにね。例えば男の子が、こう、そういう強い女性、儚げなんじゃなくて、かっこいいよって一緒に後押ししてくれたらすごい心強いと思ったんで、うん、その役目をこうしっかり果たしてくれて、まあ、大満足ですね。すごいですね。いいね。でもそこまでね、こう、自分がこう、なんていうの、理想としてたものが形になったっていう感じが。そうですよ、もう本当。うん、伝わってきます。あと、アベマリアという曲には林正人さんが参加されているということですけれども、はいはい、彼はどのようにしてつながったアーティストですか？林正人、元パブロブラスターなんですけど、パブロもそうですね、ドロワットと曲たくさん作って、うんうん、あと、マーキー・レトログレードを一緒に作ったドライブスってビートメーカーも、はい、彼と曲作ってるのもずっと知り合いではいたんですよ。それこそ太陽のリリパで3年前ぐらいに知り合って。すごいね。太陽くんがじゃあいろんなエマヘイちゃんにこう。あの周りですね。はい。もたらしてくれてるんだね。そう。太陽はあんまそんな喋んないんですけど。うん、そう。で、まあ、お互いに曲いいねって思ってて、向こうもグラビティとかパブロはその褒めてくれてて、うんうん、まあ、いつかなんか作りたいなって思ってたんですけど、このアベマリアって曲が、もともとパブロ本人の曲だったんですよ。あ、そうなんだ。そう。うんうん、なんかドロワットがこんなビート作ったパブロとって聞かせてくれて、うん、なんかすごいいい曲じゃんって思って、リリースしないのって言ったら特に予定まだ決めてないらしいっていうから、なんかラップトップの中でね、眠らせるのもったいないと思って、うん、で、なんかたまたまこう、この春ぐらいから、うちの近所のスタジオで、こう、パブロがこう、ラッパを集めて、なんかセッションするみたいな。うん、夜会っていうんですけど、夜の会っていうんで、そう、上始めてて、それでこう近所だったんで遊びに行って、この曲私のアルバムでやろうよ、みたいな。うん、うん。言って、で、まあ結構三分的なリリックだったんで、まあテーマとかこうまとまるように、私リライトさせてもらって、で、パブリの意向も組みつつ、で、ハーモニーとか重ねたらすごく気持ちよくなるなって分かってたんで、で、すごい、うん、そう。で、これ、ドロワットと、あと、ケイリックくんっていうビートメーカーの男の子がいるんですけど、うん、ブラックバスっていうクルー、わかります？あ、わかんない。やって、うん、元ブラックバスの男の子で、まだ23歳の子で若いんですけど、すごい才能が、エレクトロ系のビートが得意な子で、へう、もう呼び寄せて、このビートでなんか歌いたいんだけど、って話して、うんうん、それもだから3月ぐらいから構成やって、レックして完成しました。そうなんだね。でもなんかそういうちっちゃいミラクルが重なってできたみたいな。なんかマジックでしたね。うん、うん、すごいね、うん。今回のアルバムもさ、聞いてるとやっぱすごいサウンドが多彩だなっていう、その、ああ、いわゆるちょっとオルタナティブ R&B っぽさも踏襲しつつ、ちょっと2ステップっぽいものとか、そうですね。ちょっとなんかラージっぽいビートとかもあって、うん、その辺のビートの振り幅みたいなものはどうやって決めてたんですか？基本的になんかバラエティ色豊かで常に、でもまとまりがあるアルバムにしたいなっていうのは毎作思ってはいるんですけど、うんうん、いろんなダンスミュージックをやろうって話はあって、なんか結局収録されなかったけど、本当はトリップホップの曲とかもあったりとかしたし、あとドロットもなんかいろんなサウンドをやりたいみたいな、うん、こう一つにこう、
固定されたくないって思いはあったと思うんで、はい、そこはあったし、あとビート聴かしてもらうときも、まあ、それ以前に作った曲、彼と、うん、被らないビート選びとか違うサウンドでみたいな、考えましたね、うんうんうん。ダンスミュージック一辺倒にもしたくなかったし、こう、ダンスミュージックのクールなとことヒップホップのなんて言うんだろう、こう、気骨のあったりとかザラついた質感の両方のクールね、すごいいい感じに融合したいっていうのがあったんで、そう。そっか、うん。しかもさ、どんなビートも、あやちゃんがさ、そのちゃんとリリックを乗せて歌えてるっていうのがすごいなって思いました。あ、嬉しい。ありがとうございます。うん、なんかあの、はい、ビヨンセが B でってやるのあるじゃないですか。うん、うん。あのなんかライナーノーツを読んだ時に、はい、こう、ほとんどのビーツあれ、こう、スイーズビーツとかがやってるじゃないですか。うんうん、で、こう、ビヨンセがインタビューかなんかで、うん、なんかスイーズの曲は大体ラッパーが乗るから、こう、メロ乗せるの大変だったんだけど、はい、私はこう、頑張って乗せたし、こう、スイーズのビーツで一番こう、歌メロ乗せたシンガーだと思うわ、みたいな。おー、まさに。はい。その気概ずっといいなって思ってるんで、うん、こう、ビートメーカーと仕事するときはいつもそれを意識してますね、こう。かっこいい。だからなんか、このラッパーが乗れなかったビートみたいな、こう、もらうと、余計燃えますね。貸してみみたいな。私がやったろうじゃないの、みたいな。そうそうそう、なんか、できないって言われる。うん、言われるほどこうトライしたくなるし。そうだね。いいね。でもそれで燃えちゃうのありですね。そうですね。はい。AYA さん、今後のご予定とかは決まってるものありますか？そうですね。アルバム、まあ、リリースしたばっかりなんで、まだまだこう、映像、うん、結構出していこうかなと思って、ビジュアライザーだったりとか、はい。また、うん、とかインタビューとか今後出る予定です。うん。その辺も楽しみにしてます。なんか常に、あれですか、アルバム出したばっかだけど、また制作の、なんて言うんだろう。新しい制作とか新しいプロダクションも、こう、今自分の中に頭にぼんやりあるみたいな感じはあります。そうですね。この次は年内に EP 出したいなって。そうかそうか。ってはい、なんか、うん、タイトルとアートワークのイメージだけ頭にあります。すごい、超クリエイターって感じが。全然。そうか、じゃあまたもしかしてラッキーだったら年内にあやさんからもうワンモアプロジェクト出るかもしれない、ね。秋に出せたら最高ですね。お、楽しみにしてます。うん、はい、今日は、シンガーの AYA さんをお迎えしてお届けしました。最後にもう一曲、曲紹介お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございました。じゃあ聞いてください。AYA でアデナレフィーチャーに林正人。Big tracks, get the rhythm, move to the beat, recommended tracks, nail it, flow. 渡辺シェフがお届けしてきましたミュージックガラージルーム101。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今回の放送もいかがでしたでしょうか。 AYA ちゃんのお話、すごくこうなんかエンパワーメントされるようなお話でございましたが、ぜひぜひ感想などいただけると嬉しいです。もちろん質問やリクエストなど何でも構いません。メールアドレスは 101@bayfm.co.jp 101@bayfm.co.jp。 紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントしております。メッセージには必ず電話番号を含めた連絡先をご明記ください。というわけで、あなたからのメッセージどしどしお寄せください。お待ちしております。ミュージックガラージルーム101、ここまでのお相手は渡辺志保でした。また来週お会いしましょう。 See you!